ということで、弊社神城エンタープライズとナイルコープとの間に不正な企業買収があったことが分かっちゃったんです。上の許可を得ずに下の悪い子ちゃんたちが勝手にやった昔昔の話ではあるものの、はなはだ遺憾なことであり、当然許されるべきことではありません。だから部長に課長に平社員、出入りのお弁当屋さんに至るまで悪事にほんの少しでも関係していた人たちはみんなやめてもらっちゃいました。そうして、これからは私が CEO として直接会社を運営していくことにしたんです。今までの組織をまるまるっと変えちゃって、スピーディーな意思決定でお客様の求める新しいサービスをどんどん生み出していけるようにしていきます。実は今日早速その第一弾としてとっておきの大プロジェクトを発表しちゃおうかと思ってるんです。それは今や皆様の生活の基盤ともいえる弊社の基幹サービスエデンの大幅アップデートです。今回のアップデートで、詳細はまだ秘密。でもでも、エデンアップデートをいち早く体験できる体験会を開催しちゃおうかと思ってるんです。絶対に参加して神聖神城の誠意、そして新しいエデンの可能性を直接体験してくださいね。やられたよ。ええ、敵も去るもの、見事に先手を打たれましたね。お前さんが手に入れてくれた調査資料をもとに神城の強制捜査に踏み切ろうとした矢先だ。神城側からこの件に関するリークがあったんだ。内部、つまりこちらが追及する前に向こうから罪を告白したということさ。うちの上層部はまんまと乗せられて、あらかじめ用意されていた証拠の押収とスケープゴートの逮捕で事件を幕引きにしまった。推測の息は出ないが、内部告発自体岸辺の指示によるものだ。そしてこの会見も奴の巧妙な作戦の一部ってわけだ。マスコミに報道されて後手後手で謝罪や釈明に回るより、自分たちから発表した方がはるかに印象がいいだろう。しかも新 CEO の就任とエデン大幅アップデートの発表を同時にやるとは、世間の目を分散させるいい手だ。まさに岸辺劇場だよ。相手はやはりなかなかのやり手だな。逆転の一手は岸辺と例のハッカーたち、デモンズとのつながりを証明する物的証拠の確保ですね。だがデモンズに所属するハッカーたちのアカウントは消されてしまっている状態でな、現実世界での特定は難しいだろう。そうでしたか。京ちゃん、すまなかったな。せっかく掴みかけた神城の尻尾をミスミス。いえ、あの件に関しては焦って動いても結果は同じだったかもしれません。まったく、人が真面目に話しているときにせめてもう少し緊張感のある着信音にだな。お、白峰ノキアからの呼び出しか。
我々のことは気にせず行ってくるといい。ウサギを見て犬を放つという言葉があるだろう。今は打つ手がない。相手の出方を待ってみるのも一つの作戦だ。